テトリ川から投石者が向かっているとの報があった。過去は変わった。今こそ甲虫殿を救い出すのだ。援軍？どこから？まさか若が戻ってきて。投石者は北東より運ばれてまい、到着まで今しばらく時がかかります。よし、ならば参ります。今なすべきをなそう。微力ながら私もお手伝いいたします。バカが戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟が台無しだよ。参上。いらぬ覚悟だ。俺たちは共に生き延びるのだからな。若たちのおかげでこっちはもう大丈夫。それよりも清盛をなんとかしないと。一人で食い止めてる甲虫殿が危ないよ。宝石者があれば助けられるはずだ。一人で死なせはせんぞ。これで皆を救うことができる。かぐや、お前のおかげだ。私はお手伝いを差し上げたとき、真の核を変えるのは前になすまがでございます。承知。必ずや変えてみせよう。はい、やっはっはい、ゆかれません。君まだ増援に来る将がおったか。この操り人形に通過せよ。よい、敵を滅殺します。馬毛騎参上。攻める。やっや、さすがさすが、たまんないね、その勇士。真似できないよ。音に聞こえた武田の騎馬隊か。手ごわい。それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。それがしが参る。清涼の誇りにかけて馬を騎参上。遅れは取るまい。それが参る。門は固く閉ざされている。
石書で破壊せねばなる。冴えておいでですな。開いたな。行くぞ。勢いのまま偉人を貫く。どれがさ。やるな。大したもんだぜ。行かれます。行かれます。馬王騎参上。にできん。撤退じゃ。撤退。馬王騎が討ち取った。王騎参上。それが。一段と冴えておいでですな。まず、太陽が気を持つ。これほどの数の人間を操る。復活したって噂は聞いてたけど、前よりも力が強くなってるみたいだね。宝徳殿、どっしりしててかっこいいよね。その安定感、俺には真似できないよ。術が解ける。はいや。戻れ、雪村。起きろ。やるわ。
スイッハイヤーハイヤーつもりが助けられておっては世話ないがい。じゃが助かった。これからはわしも共に戦おうぞ。